時間ないな。どうする？よし、じゃああんたに頼むぜ。逃がし屋業界プロ中のプロ、その名はクロート。手堅い選択だと思うぜ。気をつけてな。逃がしてくれるんだろうな。ルールナンバーワン、契約は絶対に守る。頼りにしてるぜ。まあこの町から逃げ出せばあとはなんとかするよ。あんたクロートって言うんだってな。本名じゃないだろうけどさ。俺はな、ルールナンバーツー、名前は聞かない。俺たちは他人同士だ。そうだな。言っとくけどさ、こいつの中身、ルールナンバースリー、荷物を開けない。荷物を開けることで、あんたの抱えている問題に深入りするつもりはない。まあ、そうだな。ていうか、あんた熱くねえのかよ、こんな中、そんなコードしてさ。ルールナンバーフォー。人の趣味に口出しない。大体、関係ないだろう。いや、悪かったよ。でも、似合ってないっていうわけじゃないんだよ。似合ってるよ。すごいかっこいいよ。で、省エネスーツ、あれ来たら、あれさ、ここ袖切ったのか。ルールナンバーファイブ、無駄口は叩かない。無駄口は叩かない、それルールかよ。そのルールって何番まであるの？ルールナンバーシックス、行動は迅速に。予定外の行動は大きなリスクになる。リスクって曲あったよね。宇多田ヒカルだっけ。ルールナンバーセブン、宇多田ヒカルの話はしない。ベイビーウェイ。ルールナンバーエイト、鼻歌を奏でない。ムカつくから。ムカつくから鼻歌を奏でないって、ほんとルール入ってるのそれ。ルールナンバーナイン、無駄口は叩かない。おい、無駄口は叩かないってルールナンバーファイブで言った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 。ルールナンバー、ルールナンバーテン。テン、もう突っ込むなよ。そこに車止めてあるから、もう黙ってろ。ごめん。ルールナンバーいれば、車は駐車場に入れる。駐車場？俺の車は大事な仕事道具だ。路上なんかに止めたりはしない。だよな。あ、じゃあ駐車場行こうぜ。ちょっと待って。もしもし。ちょっとお伺いしたいんですけども。駐車してた車をレッカーで移動されたみたいな。レッカーってなんだよ、レッカーって。どこに電話したの？これはだな、私の秘書に電話してたな。嘘つけ、お前レッカーって警察に電話したのか、お前。ルールナンバー12。俺は、車は現地で調達する。現地調達？そうだ、警察にマークされないために、俺は現場で車を調達するんだ。工房、筆も選ばず、俺のドライビングテクニックをもってすれば、どんな車に乗ろうとも追跡を振り切ってみせる。分かったよ。じゃあちょっとほら、現地調達しようぜ。任せとけ。ちょうど来た。もう逃げられんぞ。刑事。あい、たた、盲腸が、盲腸が。救急車。あい、痛い。盲腸です。お前誰だ。
盲腸です、盲腸です。よし捕まえろ。